ンとラン。面白い兄弟だったよね。あ、そこはもうちょい右に行って。それでリュックとやら、お主はどこに向かっておるのじゃ？そりゃあもちろん宝島だよ。ほう、そんなものがこの下界にあるとは初耳じゃな。宝箱だらけの楽園みたいな島なんだ。海流が激しいから泳いではとっても行けなくてさ、アダマンに会って助かったよ。危険を冒してまで行きたいとは。そんなに宝探しは楽しいものかの？もちろん。私が生まれる前から眠ってた宝たちが長年の時を超えてこの手に。感動だよね。感動か。久しくそんな感情は忘れておった。羨ましいな。そう？じゃあアダマンも一緒にトレジャーハントしようよ。わしはこの下界から出て生きることはできん。だからこそリュックの自由な生き方が羨ましいのかもしれんな。そんなもんかな。あ、見えてきた、あの島。お安い御用じゃ。帰りはどうする？こんだけお宝があるんだし、海を渡る手段もきっとあるよ。そうだ、アダマもなんか持ってったら。そこの宝箱には何が入ってるのかな。うわ、ミミックだ。リュックよ、加勢するぞ。これのせいで宝箱開けるのを一瞬躊躇するのよね。タマはびっくり箱が嫌いなのです。しかし、そこに宝箱がある限り俺たちは戦うのだ。いや、決め台詞っぽく言ってもただの貧乏症だから。いいとこ見せようぜ。これで決めるぜ。眠ってろ。こともあるのじゃな。まあたまにね。それでもお主は宝探しを続けるのか？もちろん。だ
私は生粋のトレジャーハンター。お宝が私のこと待ってるんだもん。そうか、では気をつけて旅を続けられよ。それじゃあハンターか、ずいぶんと楽しそうじゃったな。我の眷属のリュックを見習い、冒険の旅をするのも良いかもしれん。頼めるかな、ミラージュ使いの兄弟たち。どのセイバーを買う？どうする？また来る？